はい、こんにちは、キュンです。はい、今回もですね、マイケルゴルフ TV のマイケルさんとコラボでございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。マイケル長谷川です。それになったんです。今日生まれました。それになったの。今日生まれました。それか。うざいとか言われないから心配です。いや、めちゃめちゃうざいでしょ。なしの方向で絶対使うと思うけど、なしの方向で使われる。使われますね。はい、今回の動画は今回私のスイングって多分、うん、まあ見てる方も分かると思うんですけど、うん、どっちかっていうとカット、うん、こういうね、多分そうですね、あれですよね、いわゆる逆ループ、逆ループ、うん、逆ループっていうのは、はい、バックスイングの上がっていった軌道よりも、うん、ダウンスイングが前から置いてくる、うん、軌道ですよ ね, すね。この軌道の方をやっぱり逆ループって言ったりしますけれども、うん、はい、うん、まあ、でも高齢の方の方が多いんじゃないですか。まあ、そうですね、うんうん、アマチュアの方はやっぱりちょっと多いかもしれません、ね、はい、ただ、ね、僕はプロゴルファーでいうと、うん、逆ループになってる選手っていうのはほぼいないです、うん、まあ、ゼロじゃないですよ、うんうんうん、僕も今までは、何人か見てきました。ただもう大多数は必ず右回りです。そうですね、はい、っていうのは、うん、なんで右回りになってなきゃいけないかっていう理由をまた後で説明しますけれども、はい、まあ、それだけ効率のいい動きだっていうわけですよ、はい、うん、今回逆ループを直す、逆ループを直す練習方法、はい、教えていただけるということでやってみましょうね、はい、じゃあ、はい、やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、今日はですね、今日はじゃじゃん、ホース昭和の感じねホースホース、これは売ってるんですか。これは売ってますね。これ誰かが作って売ってるんだと思うんですけど、はい、だってホースにグリップつけてあるだけですからね。そうですね、はい、簡単簡単なんですけど、はい、うん、まあ、これ似たような練習器具いっぱいあるじゃないですか。ここに先に重りがついてるんでビヨンビヨンなんで、まあ、こんなようなのあるじゃないですか。まあ、これを使ってまずは説明していきたいと思います。はい、はい、わかりました、はい、じゃあちょっとクラブ置いていただいて、ここからは実験です。はい、はい、ゴルフじゃないと思ってください。ゴルフじゃない、ゴルフじゃないと思ってくださいね。はい、切り株の前に立ち上がってくださいと、はい、ね、でこう思ったらまず右回り前から後ろにぐるぐる、はい、これぐるぐる回してください、はい、こうぐる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 、はい、ぐる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 回します、回します、回します。おお、結構いい回し、お、これっていうのはね、今ぐるぐる回してるようで、これグリップエンドを引く力でぐるぐる回してるんです。ずーっと引き続けてるんです、これ引き続けてね、うん、でいいタイミングでこの今の回ってるのを腰を回してバッチッっていう感じで、もう一回違う、当ててほしかったです、ね、うん、当たりますよね、はい、もう一回、もう一回いきましょうか。はい、もう一回、もう一回、はい、もう一 回今のいいよ。そう、こうやって右回りをすると、うん、こう右回りをして体の方向って、こう今クラブが下に降りてきてる、クラブが今はこれフォースですけど、ここに重力とかそういうの遠心力で落ちてきてる力を体を回すことによって横の動きに変換してるんですね。なるほど。だからこうやってスローで見るとぐるぐる回して体変換したら、こうやってハンドファーストで打つっていうのが、これがまず理屈としてあります。はい、はい、ここまで理解できます。はい、ここまで理解できますね。はい、で、そこからじゃあ逆回り、はい、もう一回、逆回り実験です。ここは何でも言うようですけど、はい、ね、実験です。はい、逆回り、はい、逆回り、今度はまたぐるぐる回す、もうぐるぐるの名人ですはい、じゃあこれでタイミングよくぐるぐるのー、ちょっとタイミングよくいってくださいよ、ぐるぐる、いきますよ、いいですよ、せー、当ててくださいね。当たっちゃうとまずいんで、これが得意だから得意だ。で今のはこう前回りですね、前回り、もうクラブは外からアウトサイドから当然インに来るんですよね、うん、めっちゃ、しかもハンドマスこれが得意だから得意だから当たっちゃうパターンが、まあ、当然これ実験なんで、はい、ありますね。ありますね。じゃあ僕がやりますね。はい、プレーンな私がやります。はい、プレーンです。僕はやらせぼくなっちゃうんですけど、こうやって右回りでこうやってきてるのに対して、これは効率よく当たるわけです。だけど、うん、普通左回りでこうやってきたら、この動きを横に変換しようと思って、あ、絶対からもうこうなるって、ね、そう、こっち側に来ちゃう。ふんふんふん、こうやってきて、だからこれは
横の動きに変換できない。これはこういうふうに回ってるから、まあ、全然当たってるとは違うじゃないですか。違う、はい。まあ、逆に言うともう逆回りのプロですね。なんだこっちの方が音鳴らないんじゃないかって。鳴らないんじゃないか、まあ、だから苦手なのかもしれないですね。苦手ですね。クラブが後ろに行くっていうことは苦手なのかもしれない、うん、でも基本的にはそういう理由で、うん、要はここにクラブがこうやってルーピングしてきて、うん、このこうやってきたものがこの力をボールに全部伝えるために右回り、うん、まあ、こういうスイングがいいですよって話になるんです。今こういうイメージを置きましたよね、はい、まあまあ、こうやってもいいかもしれない。で、まあ、ちょっとクラブ持ってやってみましょうか、はい、できるかな、わかんないです。軽くで軽くで軽く、これはそう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 、あ、うまっ。てか何でもできちゃうパターンって、もう一回もう一回もう一回はね、いや今のは一発で決めてほしかったね。ほらいいでしょみたいな感じしたよって。いきますよ、フェース面合ってる、うん、OK。なかなか難しいと思うけど、もう一回、もう一回、はい、さっきできたのに、あれすごかったね、軽くのがいいんじゃない、合わせたね。どうやってやったんだろう。まあでもいいんだよね、ドリルだからね。はい、じゃあちょっと見てみましょう、ね、はい、はい、じゃあそもそもですね、ユンさんのスイングっていうのは、うん、まあ、今こう見るとですね、バックスイングはここ、うん、ここに上がりながらダウンスイングは赤で降りてきてると、はい、要は緑の丸で上がって赤い丸で降りてきてるんですよね、はい、まあ、でも最初に2本引いたガイドラインっていうのはこの三角の中に入ってきたら、まあ、そこそこまっすぐ行くよと、うんうんうん、そこそこっていうのもなんですけど、まあいいよっていうその一つのガイドラインになってるんですけど、逆ループではあるんですけれどもこの2本の真ん中ぐらいで行けるんで、ジュンさんはスイングが、うん、安定してるわけ、安定というかいいボールが打てるわけですよ、はい、これは大体カット打ちの方っていうのはこの赤い線を前より前に行ってしまうんで、うん、スライスとか引っ掛けとかボールが上がらないとか、うん、そういう悩みになっちゃうわけですね、はい、だからジュンさんの左あの逆回りっていうのは、まあ、割とそのそんなに重症じゃないというか、うんうん、これでしっかりスイングはなるんだけれども、やっぱりちょっとこの逆回りっていうのはさっきやったように効率悪いよねっていう話になるわけですね、はい、うん、で、さっきのドリルしてもらいました、ぐるぐる回しドリル、はい、来ました。なんか怖いですね、ここだけ見るとですね。なんか叩かれそうな感じ、叩かれそうな感じしますね。当然これ今ぐるぐる回ってますね、はい、当然ぐるぐる回ってるんです。だからこのぐるぐる回る動きに対して体を回しながらインパクトに向かっていってほしいと。でそうするとこうやっていわゆる僕らでこの、まあ、シャローアウトするっていう動きって言ってるんですね、このシャローアウト、うん、ここからトップの位置からこうやって後ろに回っていって、必ずですね手とクラブがこういう関係になれば、クラブって何もしなくても、まあ、ぐるぐる回ったら勝手に前に行くじゃないですか、うん、なんで別に前に出そうと思わなくてもボールに対して向かっていってくれるわけですよね、はい、うん、なんでそうするとこの正面から見るとハンドファーストに打てるということになるわけですよね、うんうん、まあ、これはちょっと極端なんでなかなかボールに当たらないんですけれども、まあ、こういう理由なんですよ、はい、うん、でじゃあ第一条件何っていうと、バックスイングで絶対的にインに行かないっていうことなんですね、はい、うん、ということでちょっとやってみましょうか、これ実践のスイングにしていきましょうね、はい、はい、まあ、ぐるぐる回さないまでもなんか、あ、うん、そう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 って感じ、そうそうそう、だからバックスイングってだから要はここからここまでっていうのは極力今こうやって上がっちゃってるんですよ、うん、手で上がっちゃってるんですけど、うん、そう体と腕とクラブがあまりこういう関係にならない方がいいです、こうなんだよね、はい、そうイメージ的には少しクラブヘッドが遅れてくるぐらいの感覚で、要はさっき右回りのここのイメージっていうのはちょっと遅れてくるイメージができないじゃないですか、うん、はい、こうやってやったら逆回りになっちゃう、うんうんうん、そうそう、少しそうやって遅れてくるぐらいの感覚で、そうそうそう、あ、そう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 、あ、いいですね、いいですか、そう、ちょっと切り返しはね、ちょっといつもよりちっちゃめの胸の前で切り返すぐらい、うん、いいですよ、そのまま、
これいいか良さそうじゃないですか。はい、スイング比較ですね。はい、すごいヘッドが遅れてきてちょっと変な感じがするとは思うんだけれども、うん、見た目はそんなに変わらないんですよね。うん、あでも結構ヘッド遅れてますかね。で、ここからダウンスイング、大事なのはこれ今ちょっとドリルというか練習方法なんで、バックスイングが少し大げさにはなってるんですけど、さっきはですね、このトップの位置から、うん、まあ、まずトップの位置が違いますけど、うん、ね、ここから、最初はこの結構高い位置から比べる、うん、でダウンスイングこっち右側、このミドルの線にこうやって巻きついてる感じ、そう巻きついて、そうそうそう、そうやってこの回転の軸に巻きつくような感じ、まあ、これ効率いい動きですね、うん、で僕にこの緑の線、この緑の線に対して今クラブフェース、クラブフェースがほぼスクエアの状態で動いてるんで、もう基本的にもこの辺りでもうナイスショット確定なんですよ、うんうんうん、こっちはまだ乗ってないですよね、スイングね、ここの、うん、フェースの向きはいいんですけどね、うんうん、だからここでインパクトが一点になっちゃうところで、うん、わかりますかね、はい、ここがねめちゃくちゃ違うんですね。でそう、ここのポイント、はい、ですから皆さんもこの、右側の軌道で来るようになるとまだまだですね飛距離も出るし、うん、要はねこれ今上からガツンって入るのと今横からこう来てるじゃないですか、はい、来てるの何が違うのかというとスピンコントロールっていうのが、できるようになるんですよ、はい、上から入るとスピンが入ったり入らなかったりしやすい、うん、だから縦の距離感が合わない、うん、よくある、そう、右側はどっちかというとそれが安定してくる。でもジュンさんで言うと左右のミスって、まあ、あんまりないじゃないですか。そうですね、ないで、これもう皆さんもこれから通る道、上手くなる時に通る道なんですけど、うん、だんだん上手くなってくると左右のミスがまず少なくなってくる、うんうん、でそうするとプロもそうなんですけど、はい、プロって究極はもう縦距離の勝負なんですよ、うん、芯に当たるとか、うんうん、スピンのコントロールで距離が合ってくれば横縦があってくるじゃないですか、うんうん、だから次もジュンさんで言うともう縦距離をしっかり合わせていかなきゃいけないので、はい、今みたいなこの右側のスイング軌道で打てるようになってくると、うん、もうちょっと距離感が合うようになってくるんで、なるほど、ぜひ今日の、ね、感覚で打ってもらえればなと思いますよね、はいはい、分かりました、はい、はい、ということで今回はホースを使ってカット打ち、はい、そうですね、直す、うん、ということを教えていただきました。分かりました。まあそうですね、でもなかなかちょっとコースで実践がちょっとできるかどうか心配です。まだ怖いですよね、はい、だから、まあ、ここだけやると怖いんですよ、うん、こっちにボールがあるのにクラブをこっちに向かわせるって怖い感じがするんだけど、うん、はい、やっぱりねゴルフのスイングっていうのは動き出しが大事なんですよね、うんうんうん、だからこれをこっちに動かすっていうよりはどちらかというともう手からでもいいんだ、最初このぐらいもうクラブをたわませてしまってもいいので、はい、そういうイメージで、はい、こういう右回り、うん、こういうスイングシャローアウトする動きっていうのを体感してスイングに取り入れていくようにしてみてください、うん、はい、わ、はい、かりました、はい、皆さんもぜひちょっとやってみてください。はい、ということでマイケルさんのチャンネルもぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。